皆さんこんにちは、ゆりぱんです。この日はお仕事で前日東京にやってきていたので、デニーズにモーニングを食べにやってきました。前にこの動画の中でもお話ししたことがあったんですけど、実はデニーズって福岡にはないお店なんですね。私は大学時代にデニーズでアルバイトをしていたこともあって、結構デニーズのご飯が好きなんですけど、福岡ではなかなか食べられることがないので、せっかく東京に来たしと思ってホテルの近くのデニーズにやってきました。今デニーズ注文タブレットなんですね。私のアルバイト時代とかなり時代が進んでいるなっていうことも感じながらモーニングセットを注文しました。この日私がオーダーしたのはこちら、チーザーサラダとグリルドチーズサンドのセットのモーニング、ドリンク付きでした。早速いただきます。結構このシーザーサラダはドレッシングがたっぷりかかっていて、チーズの味わいもすごく濃くて、卵やベーコンなどの具材の味も楽しめて、すごく美味しい一皿です。本当はね、デニーズでは私コブサラダっていうサラダが大好きなんですけど、朝はこのシーザーサラダのセットがあったのでサラダにしました。前日がお仕事の関係で飲み会だったので、サラダ不足の体にはすごく嬉しいメニューでした。セットのグリルドチーズサンドも食べてみます。私がデニーズでアルバイトしてた時ってこのグリルドチーズサンドあったっけな、となんかあんまりその辺の記憶がないんですけど、このサンド16枚切りぐらいの薄い食パンが表面バター塗ってカリッと焼かれているんですよね。なんで表面がすごくほんとサクサクカリカリっていう感じで、中のチーズがとろっととろける感じもあって、すごく美味しかったです。これはなかなかいいサンドイッチ、ホットサンドだなと思いました。そしてドリンクバーもついてたので、ご飯を食べた後はコーヒーブレイクです。この柄のマグカップ、デニーズって感じがして懐かしかったですね。さあお昼近くになって、なんと親友が会いにやってきてくれました。ということで、モーニングから引き続きランチもデニーズでいただくことにしました。ランチはこちらの牡蠣のクリームドリアをいただきました。やっぱり親友と一緒に食べてる時は表情が全然違いますね。美味しいご飯って一人で食べても美味しいけど、人と食べるともっと美味しくなりますよね。あれめっちゃあれだね、牡蠣の味がすごいね。これクリームのところもめっちゃするわね、親友とのランチタイムも大満喫することができました。このランチセットでデザートも選べましたので、このあまおうのミニパフェをいただきました。久しぶりのデニーズで親友と楽しいひとときを過ごせました。またこれからも福岡にないお店に行ったときはレポートしていけたらいいなと思います。ご覧いただきありがとうございました。